はい、こんにちは、タカです。どうですかね、この相場すごく難しくないですかね。個人的にはもうここ最近ではもう一番難しい相場になっているんではないかなと思っています。思い返せばもう年初から難しいんですけどもね、ドルが1日おきに行ったり来たり、抜けたと思ったらまた行ったり来たり、他の通貨もそれに合わせるように、日替わりで行ったり来たり、一日の中でも強弱が入れ替わったりと、本当に難しい相場が続いています。先の波のイメージが当たるとか外れるとか、この部分に関しては僕あまり依存をしていないので、さほど影響はないんですけども、ところどころで重要なサポートを割ってきたり高値をつけたり、そういった値動きをしてくるので、すごくやっぱり難しく感じてしまいますね。終わり値で見ていけば大したことないんですけどもね、そのあたりチャートから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足日足を重ねています。まずは今日のドルの日足なんですけども、現在地だけを見ていけば昨日のドルの終わり値、全然動いてないんですよね。ただこの値動きですよね、下に降って上に行って、この上でも行ったり来たりしています。最終的には昨日の終わり値というだけで、この中の値動きに関してはかなり振り回された人も多いんじゃないかなと、そのような値動きにはなっているかと思います。ただね、こういった細かい値動きを見るんではなくて、一歩引いて相場の方を見ていきたいですね。大きな流れというのは下落の流れ、これは変わりません。そしてこの戻りの高値を抜けている、これも変わらないですね。ただこの抜けに関しては抜けていないと判断している人も多そうではあります。それに対してこの下の波ですね、そこからの上昇トレンド、抜けていると見ている人にとってはこういった上昇トレンドも見ていけると思います。そうなるとこの押し安値が見えてくるということで、上下に壁が見えている、抜けたか抜けていないかというところに関して、意見の相違というのはあると思いますけども、ただこの上下の壁、これははっきり見えていると思います。壁が見えているということで、レンジ相場と見ていくのがいいのではないかなと。すると昨日の値動きというのはあくまでこのレンジの中での値動き、これ抜けていればまた話は変わっているんですけども、所詮はレンジの中の動きなんですよね。こういった値動きになるべく振り回されないようにはしたいですね。振り回されてしまったわけですけども、少し難しかったなというふうに思いますね。そして終わってみればまだレンジの中ということで、このレンジ相場を引き続き見ていくんではないかなと思います。ならばこのレンジの上限下限、ここを意識したトレードということになりますね。ピンクの波をイメージしている人にとってはこの戻り売り、これが意識されてくることになるんではないかなと思いますし、青い波を見ている人にとってはこの下に引きつけての押し目買いというのをね、狙っていきたいような流れかと思います。その見方というのは今日も変わりません。そして流れが出てくるポイントというのはこのレンジからのブレイク、これブレイクすることによって、上にブレイクしてくればピンクの波が崩れます。下にブレイクしてくれば青い波が崩れます。こういったポイントというのを見ていけば次の流れというのが見えてくるのではないかなと思います。このドルの動き、小さな動きを追ってしまうとすごく難しいですけども、基本的には今はまだレンジ相場、この先は抜けをしっかり見ていきたいなと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日はすごく難しかったですね。特にこの辺りの値動きは本当に難しく感じました。ただ一日終わって思ったこと、結構昨日は出来高もあったんですよね。そういった出来高をこなして、その結果今こういったチャートになっているんですけども、通貨の強弱というのがね、やっぱりはっきり見えているんではないかなと思うんですよね。まずドル、これに関してはドルインデックスを見ていますから、このドルの動向というのを見ていきたいですね。今はレンジ相場、じゃあ強い通貨を見た時に一番気になるのがやっぱりこのポンドですかね。昨日は5ドルも強かったんですけども、このポンド、今年の最高値を昨日つけています。すごく一瞬だったんですけども、それでも最高値をつけています。今月に入ってドルというのはそんなに弱くはないんですよね。それ以上にポンドが強いから最高値をつけているんであって、ならばこのポンド弱いわけがないですよね。1月はポンドは強い、このポンドの強さというものは注目をしていきたいなと思います。これに比べると5ドルというのは少し劣ってしまうんですけども、それでもチャートの方を見ていけば強いですからね。5ドルの方もそれなりの強さというのはあると思います。じゃあそれに対して弱い通貨、これは圧倒的にユーロですね。これもチャートを見ればもう明らかなんですけども、この通貨の強弱を並べていくと、強いポンド、それに次ぐ5ドル、それに対して弱いユーロ、そしてあまりはっきりしない値動きになっているドルや円ですね。この流れというのは基本的には今後も見ていきたいなというふうに思います。特に注目をしたいのがポンドのロング、ユーロのショート、これに関しては継続してね、見ていきたいなと思います。あとは大事なのがこのドルと円。一昨日はだいぶ同期性が薄れています。昨日はどうだったのかというところで、途中までは結構似たような動きしていたんですけども、夜は結構値動き離れましたね。一昨日の環境もありますから、やっぱりドル円というのは動きが出てくるかもしれませんね。このあたりは次にチャートを見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の4時間足週足を重ねています。
このサイズで見ていけばドル円に関してはまだまだな値動きだと思います。下にははっきりサポートが見えています。103円の20あたり、強いサポートですね。この強いサポートに対して大きな売りの流れが出ていましたけども、今は完全にこれも値が止まっています。調整局面に入っているという認識です。上下に壁がありますからね、この上下の壁を意識したレンジ相場を意識していくことになりますけども、今の相場はこのレンジからは抜け出せていません。そして今のこの現在地というのはレンジの真ん中ですからね、この辺りでできることはやっぱり少なくなってしまいます。もう少しね、小さな枠で見ていくと、このレンジの中にさらに小さなレンジが見えてきます。下限は共通で103円の20あたり、これに対して上限は 104.20 あたりですかね。これも2週間ほどのレンジが続いていますからね、見ていてもいいかなと思うんですけども、今はこのレンジのど真ん中、このサイズで見てもやれることというのはやっぱり少ないんじゃないかなと思ってしまいます。レンジが見えている以上はレンジの上限下限を意識したトレード引きつけてということになりますんで、今のように離れた位置でトレードをしていこうと思うんであれば、短期足でよっぽどしっかりした形というのを見せていかないといけないとは思います。環境としては動きが出づらい環境ということにはなりますね。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。少し過去がもう見えなくなってしまいましたけども、この辺りはずっと売りが続いていました。今はこの戻りの高値を抜けていますから、下落の流れは止められて、今は反転の形を見ていけるチャートになっているんではないかなと思っています。なのでこの辺りもサポートが見えていますからね、このサポートを利用してロング、これがメインシナリオになってくるんではないかなと見ています。直近は値動きがなく、このサポートの上でずっとレンジ相場を組んでいます。ならばこのレンジのブレイクというのを見ていく必要があるんですけども、昨日のこの値動きですね、下の方に少し抜けています。まだはっきりブレイクと言い切れないような状況ではあると思いますけども、これ抜けてしまうんであればね、高値からのこういった売りの流れも見ていけるようなチャートになってきてしまっていますね。こうなるとちょっと値動きの方はつまらなくなってしまいそうです。まあブレイクという形がありますから、短期的には少し売りの流れというのは出てくるかもしれません。ただこのブルーの波は崩れてないですからね、この押し安値割っていませんから、これ割れるまではどこかで押し目買いは引き続き見ていくことになります。ただしこれ下の方に抜けてしまえば、緑の波もはっきり見えてくることになります。そうなると今のこの相場というのは売りの流れも買いの流れも見ていける、両方の波を見ていけるチャートということになりますので、まあ、値動きの方は難しくなってきそうですよね。緑の波に関しては戻りの高値はこのレンジの上限、すぐ上には104円もありますから、まあ、104円をブレイクしてくればこの緑の波は崩れるんではないかなと。短期的には上の抵抗が見えていますけども、下のサポートが今は見えていない状況ですよね。昨日はこのサポートを割り込んでいますんで、ということは今日に関してはこの売りの流れが優勢になってくるんではないかなと思います。ブルハ、買い方にとってはこの下のサポート何としても守りたいところではあると思います。まだ抜けとしては微妙ですからね、今日の値動きでしっかり戻すような値動き、そういったのがあればね、まだまだレンジ相場を見ていくことは十分できると思いますので、今日の値動きがすごく大事ですね。続落するような形になってしまうと苦しいと思います。ドル円に関しては今日はもう勝負どころですね。ここからさらに売られるかどうか、これは日足の終値基準で判断していくことになります。103円の60あたり、このあたりのサポートが見えてくるかどうか、ここをしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。ドル円はこのあたりね、ずっとサポート効いているんですよね。昨日は少し日足基準では抜けそうになっていますけども、こういった4時間足の波を見ていくと、何回かこういったところレートは触っているんですよね。昨日の値動きも直近の安値こそつけていますけども、このあたりでしっかりキープできるんであれば、まだまだサポートとして見ることはできる、そういった場所にはなっていると思います。ただし上位足でも見たように、ここからさらに売りが入ってしまうと、いよいよサポート割れがしっかり見えてくることになります。今日注目するポイントはもう一つですね。このあたりでしっかりキープできるのか、それとも下の方に抜けてしまうのか、この攻防の決着を見ていきたいと思います。ということで、ドル円に関してはここまだレンジ相場と見ることはできると思いますので、ロングを見ていくんであれば、ここはレンジの下限に当たります。ロングのチャンスということにはなりますけども、ただしもうこれ割ってしまえば投げないといけないですね。何日も続いている大きなサポートになります。抜けてしまえば短期的な売りの下落トレンドというのも出てきますので、一度トレンドが出てきてしまうと波の反転には時間がかかってしまいます。再度この辺り戻ってくるかもしれませんけども、戻るのにも時間がかかるかもしれません。ただしサポートされればレンジの下限ということになりますんでね、いいところでのロングということになります。今はまだ結果出ていませんからね、この結果というのを今日見ていく必要がありますね。注目をしていきたいと思います。はい、こちらがニューヨークダウンの CFD、 1時間足に日足を重ねています。ご祝儀相場ですかね。バイデンさんの大統領就任、この日に高値をつけてきそうになっています。
ただこの壁を完全にブレイクしているわけでもないですからね、今日も引き続きこの辺りの高値の壁、ここは意識していくことになるんじゃないですかね、しっかりブレイクしてくればまた新たな世界ということにはなりますけども、どうなるかというのはもうこれは結果を見ていかないとわからないですね。今はこの高値圏でレンジ相場ができています。シンプルに考えればレンジの上限に当たりますからね、ショートを見ていく必要はないと思いますけども、ロングを見ていくには慎重にならざるを得ない、そういった場所にはなってくると思います。この下のサポートがあやふやなのが少し気になるんですけどもね、このあたりなのか、はたまたこのあたりなのか、もしくはもっと小さなレンジ、このあたりで見ていて今回が2度目の高値試しということになるのか、見方は人それぞれだと思いますけども、この高値は共通しています。ブレイクできるかどうか、ここに注目が集まってくるとは思いますね。株価はかなりチャートの方は強いと思います。見ていくんであればどこでロングをしていくかということになってきますね。はい、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。日経平均意外と冷静ですよね。ただこの高値まではもうすぐというところで、ダウの方がしっかりブレイクしてくれば日経平均も追随する動きにはなってくるんじゃないですかね。トレンドを見ていけばもう下から綺麗な上昇トレンド、今もこのトレンドの継続といった形になっていますけども、この押し安値は下を終わっていないですし、今はこの戻りは高値を抜けていません。上下の壁はこことここですかね、28,000 円と 28,900 円あたり、この上下の壁を意識した値動きということにはなってくるかと思います。ロングを見ていくんであれば極力この下の壁に引き付けてということにはなりますかね。もしくは短期足のサポートを見つけていくということになりますけども、レンジ相場ということですからね、高値を抜けなければ今度は安値を試すことになるかもしれません。チャートの方はもうすごく強いです。それはもう分かってはいますけども、この高値付近、このあたりのロングは十分注意はしていきたいですね。はい、こちらが金の CFD、 4時間足に週足を重ねています。金の方がね、昨日はすごく動きが出ています。今の位置は先週の高値を抜けてきていますんで、この動きは少し抑えていきたいですね。週足のサポートがこの下にしっかり走っています。先週の週足はこれ下の方に抜けてしまったかなといった感じにもなっているんですけども、これはもう今週ね完全に包んでいますから、この辺りで引けてくれば、まあ、包み足ということで、しっかりサポートというのが見えてくることになります。今見ている流れは週足になりますからね、週足が閉じるのは今週の金曜日、まあ、明日ということになりますので、もう少し時間もあります。この辺りの値動きがどの位置で引けてくるのか、まあ、これをしっかり見ていくことにはなりますね。サポートされれば再度ロングというのは面白くなってくると思います。はい、ということで、まあ、注目のドル円なんですけども、今の時間も少し売りが強く出ていますね。サポート終わってきそうになっていますけども、今日の値動きが本当に大事になってくるのではないかなと思います。もし下の方に抜けてしまえばこの辺りで捕まっているショート、ベア派も助かるということになりますね。ということはこの高値越え、ロスカットというのもなくなってしまうことになりますんで、ブレイクを見ていくのはもうすぐにはちょっと難しい状況にもなってしまいますね。しかもチャートの方はこういった上昇トレンドを見ていけると同時に売りの流れも見ていける、すごく難しい局面に入ってくるということになります。あまりいい感じではないんですよね。サポートされてくれれば、流れというのは見えてくるかなと思うんですけども、割ってしまうとしばらく手は出せない状況になってしまうかもしれません。今日続落するかどうか、しっかり見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別の動画になりますので、でき次第概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。